独占つまみ、スノーマンナウール、向井浩二、佐久間大介、岩本照、宮舘涼太を羽田空港でキャッチ。海外ロケから帰国した、オーラダダモレの私服姿。5月22日の夜10時過ぎ、ドバイ発、東京行きのエミレーツ便が羽田空港第3ターミナルに到着。体制の乗客たちに紛れて姿を見せたのは、スノーマンのメンバーだ。まず出てきたのは佐久間大介。トレードマークのピンク髪がハットから覗いている。その後、宮舘涼太と岩本照の二人が並んで登場。宮舘はトップスとカゴバッグがセリーヌで、バッグの値段はおよそ32万円。岩本は高機能アウトドアブランドでおなじみのアークテリクスのジャケットを着ている。次にやってきたのは、芸能人オーラを隠しきれないラウール。手にしているトートバッグは、スペイン発でセレブに人気の老舗ハイブランドのものと思われる。最後に出てきた向井浩二は、ストリート系ブランドのエネベークのジャケットを着用していた。宮舘が火曜レギュラーとして出演している TBS 系の朝番組、ラビットをグループ活動のため、として5月21日に欠席したことから、海外での仕事が囁かれていたスノーマン。佐久間の SNS には夏のような場所、5月18日、や、オレンジジュースの写真、5月19日、20日、が投稿されており、楽しく過ごしていたことが伺える。2025年にデビュー5周年を迎える彼ら。今回の海外ロケを、5周年を記念した大きな仕事ではないかと期待する声もある。番組ロケか、ミュージックビデオ撮影か、情報解禁が今から楽しみだ。